どうも、こなまるです。きたろです。じゃあ、今日は b ー f ァー s t が NHK のおかえり音楽室に出演することが決定したので、そちらをしていきます。あのさ、この番組ちょっと知らなかったんだけど、なんかめちゃくちゃ面白そうだね。ねえ。なんか、珍しくないなんかさ、メンバーがそういう地元のみたいなんて、なんかあんま見たことないじゃん。そんなに。 その、うん、音楽の話はさ、結構話してくれたりするんだけど、本当に地元の話みたいなんてそんな多くはない気がするんね。普通に。うん、ゼロじゃないと思うけど。そう、だからなんかさ、母校に行ってみたいなんとかさ、なんか、いいんですかみたいな気持ちになるよね。ねえ。そうなん まあちょっと説明すると、まあ、この番組はね、アーティストが地元に帰り、過去の自分を振り返りながら母校の音楽室で外旋ライブを行うと。まあ、そういう音楽ドキュメンタリーみたいなんだけど、で、今回はマナトが地元である福岡市を訪れて、まあ、そのダンスに明け暮れた練習場所を巡ったりとか、スチュエットのエピソードをそっと打ち明けたりして、まぁ、あ、当時を振り返るらしいんだけど、 結構その、恩師とか友人とかとも再会して、なんか生徒たちのレッスンを見守る場面もあるみたい。あ、うん、ー。そう。本当に良さそうなさ、やつで。うん、<laughs> 本当に良い,いやつって思ったよね。本当に。<laughs> だからそのちょっとマナトのルーツみたいなさ、マナトの昔の感じとか、うん、なんかそういったさ、原点みたいなのを知れるってことだよね。いや、そう。なんか、おもろいよね、本当に。うん、え絵てか。 しかも、それ、マナトだけじゃなくて、結局、B ファースト全員出るじゃん。なんかさ、うん、NHK のさ、ホームページ行ったら、その、お帰り音楽室のサイトがあって、そこにお知らせとしてさ、まあ、次は B ファーストだよ、みたいになのあるけど、なんか出演者キャスト他でさ、B ファーストってゆくりじゃなくて、なんか一人一人に、ソータかっこ B ファーストみたいな、シュンとかっこ B ファーストみたいな感じで、なんか、ドラマの登場人物かのような紹介な感じで、なん <laughs> か<る>、すごいなんか、 え、ビーファーストもいるみたいなさ、感じもなんかありがたいしさ、なんか可愛い,いし、この紹介も。ね。<う>しかもみんないい顔しとってさ、しかもちょっとなんか光ってか、その、質感的になんかね、うん、なんか本当確かにドラマの相関図みたいな、うん、なんか、 すごい、いい、ナチュラルなさ、みんな、切り取られてるよねそ。そう、いいよね。オレンジデイズみたいなさ、うん、感じで。っ待って待って。<laughs> 絶対見たことないでしょでもわかる。<laughs> オレンジデイズだけはなんか選挙見たことある <laughs> い。いや、だけはってすげえ。それも超レアじゃん。なんで見たんむしろ。<laughs> 暇、暇だったんかね、そう。<laughs> なんかかんけど <laughs> そう。そう、いい映画。<俺>いいドラマだよね。ごめんごめんごめん。そう,そうそう。 まあそのオレンジデイズの質感っぽいビーファーストがね、そう言って、キャストのとこにね、出てるんだけど、そう、だからその、マナトの母校に行くけど、そのメンバーもね、加わって、思い出の場所でライブパフォーマンスしたりもするみたいだから、もうめっちゃいいよね。うーん。 だからさ、そのね、あのウェブの記事とかでもさ、なんかちょっとパフォーマンスしてる写真とかも載ってるんだけど、なんかビーファーストが多分、体育館で踊ってる多分これね、ブンブンバックの1。うんうん。ブンブンバックのね、あのシーンっぽいんだけど、もう明らかね、体育館であろうが、 ソータがすっげえブルーってなって、そのさ、ソータだけなんかそう、髪とかもなんか、魚、<laughs> 魚でっていうの。そのブワーってなってるソータがね、<laughs> 切り取られてるんですよ。いや、本当だね。うん。なんか、あの、ちょっと、あんま見たことないヘアスタイルみたいに見えるよ、遠目で見たら。ソータお前なんかね、この瞬間、<laughs> この、このシーンしかね、素材がまだないからね、それだけでちょっと話してるんだけど、う,ねう,ね、うん。うん でもなんかさ、なんか、マナトが真ん中にいて、なんか体感で歌ってる様子 うん。なんか、ちょっと楽しそうな笑顔のマラトンみたいなさ、写真見たけどさ、その右側、まあ、奥の方から体育館の。後ろの方には、まあ、生徒さんなのかなその、今いらっしゃる。うん。なんか、観客みたいな感じのやつもあってさ、やっぱこう見てくださる方がいる前でやるんだ、みたいなさ、外線って言うけど、本当になんか、で、うんね、お客さんがいるような感じでやるんだ、みたいなさ、感じでさ、マジでなんかすっごい嫌だよね。やばー。え、めっちゃいいね。 めっちゃいいよ。え、ってかごめん。そもそものこの話、この番組のさ、話していいそもそも。うん、なんか、さっき NHK のホームページ開いて、みたいな言ったじゃん。で、そしたらさ、その過去のエピソードみたいなのあるからさ、あ、誰がやったんだろうみたいなの見たらさ、新しい学校のリーダーズさん、まあその、うん、リーダーの鈴鹿さんの回、みたいなやつだったっぽいんだけど、なんかそもそもそれがさ、前回の、まあ初回放送か。初回放送が12月末ぐらいのやつで、去年の。なんか、 えやっぱ売れっ子だからみたいな。<laughs> ビーファーストが、やっぱなんか選ばれしものかあるっていうか、これに呼ばれてんのが。本当だ。ええー。なんていうの、国民的っていうさ、うん、なんか位置づけだから、やっぱビーファースト選ばれたんかなと思って、なんかちょっと、やっぱ紅白は楽しみだな、みたいな。今年の紅白。うん、<laughs> 確かに。私なんか決定するから、そ,そ,ううん、そうそうそう、そう楽しみだな、みたいな気持ちになったし、いやなんかやっぱビーファーストすごいな、と思ってちゃう。 確かに、なんかこの番組ね、そう知らなかったんだけど、そうだね。もう前回が、もう12月29ってことは、だからあれなんだね。そんなに頻繁にさ、毎週やってるわけでも、うん、まあ月に1回なわけでもなく、うんうん、もう、なんなら年に2回ぐらいの、 湧くっていうか分からんけどね。うん、ま、今後どうなっていくか分からんけど。キロ、うん、思ったらすごく貴重な一体っていうか、なんか、確かに本当に抜粋感あるね。抜擢そうそうそう。うん、そうなん。やっぱ新しい学校のリーダーさんってすごい、ね、こちらも出て、知名度もあって、やっぱ紅白もね、出ていらっしゃる方でって言って、うん、で、ビーファースト、次ビーファーストみたいな。うん、へー、みたいな。<laughs> そう。まだ言っとるみたいな話だけど、マジで嬉しいよね、こういうのが。うん、触れたみたいな感じがして。うん うん、あとやっぱこの番組のさコンセプトっていうかさすが NHK だなみたいな、うん、こういう番組を作るのってなんかちょっと民放じゃなくてやっぱ NHK って感じするから、うん、すっごくいい番組だなって <laughs> 見てないけどすごい思う。わかる。うん、なんかごちゃごちゃしてない良さがやっぱり NHK にあるねか。 うんいや、わかるわかる。そう。な、そのね、民放のバラエティもね、すごい好きだし、ね、なんかワイプでしたね、うんうん、ワイプで映ってたらね、わちゃわちゃわちゃみたいなさ、食リポとかさ、もう好きだけど、なんかこの落ち着いて見られるすごくいいドキュメンタリー感っていうか。いや、そうそうそう。わ、うん、かる。なんか変にバラエティしてないだろうから、そ,<う>それがさ、てかほんやっぱそういうのが見たいわけやねんか。うん、正直な話。うん。うん、バラエティも見るよ。すごい好きだから。見るけど、うん なんかこの感じね。アーティストのルーツなんていっちゃう好きなんだから。いっちゃう好き。<laughs> うん。音楽ドキュメンタリー番組だからね。すごくいいね。え、めっちゃいいね。ねだからほんとさ、マナトの推しの方がもう喜んでらしてさ、うん、なんか、絶対いろいろ話してくれるじゃん。なんか福岡の話、福岡愛に溢れた話とかさ。う,ね、うん。なんか、例えばマナトのファンの方でつぶやいてたので見たのは、やっぱ、 コロナ禍スタートだったじゃん、ビーファーストって。うん。そのね、オーディションがそもそもコロナ禍で、みたいなさ、あれでさ、なんか、その時にご両親にあんまり会えないままデビュー決定して、みたいな、なんか、ちょっと進んでって、<ー>みたいなって、その報告したいです、みたいなインタビューで言ってたんだけど、なんかそういうさ、会えない期間も結構あって、 みたいな。なんか地元への愛が募る時期があって、で、こうやってまた外旋する、みたいなさ。なんか、よかったねみたいな感じになるっていうかさ。そうそうそう。うわー、そっか。 確かにね、あの時期ってさ、本当に大事な時期っていうかさ、この中だから、その、たとえすごく親族であってもなかなか会えないみたいな、その、ね、デビュー決まったとしても、うんうん、確かに何かって本人たちに何かあったらあれだから、やっぱね、結構制限されてた時期だったもんね。そう。で、しかもそれって、やっぱ遠いから余計そうじゃん。うん、そうだね。だ関東圏内ならまあまあ、正直まだしもじゃん。まあまあ、うん、そうだね。 だから結構そっか、地方からのマナトだったからこそ、なおさらちょっと会うの難しくて。うん、うんうん。そっかそっか。いいね。そう。いい、なんか、そう、番組でこうやって見、見せていただけるっていうさ、なんかありがたさっていうかさ、う,ん、うん、なんていうの、福岡帰れてよかったね、みたいな、いろいろなんか思うよね、マナトにね。そうだね。えー、スターになって地元戻って。 これドキュメンタリーでお、ね、追っていただけて。<う>最高じゃんねえ。なんか、あとあれだね。そのさ、帰れない時期の話見た時に、やっぱマラットも言うても福岡って都会だからいいなみたいなさ。 ただ、ただいいなぁしか思ってなかったんだけど、うん、<laughs> なんか、芸能人もさ、有名な方めっちゃ多いし、なんでも揃っとるやんみたいな感じです。羨ましいみたいな感じだったけど、まあ言ってもやっぱ、そのなんか、地方っていうか、地方というかさ、まあやっぱり言っても東京で活動するには少し遠いから、なんか、なんかちょっとうちらと別にさ、近いものあったんだっていう、なんか、あれもあったっちゃ。まあ、確かにね、うん、まあその地方出身者としての思いみたいなのは確かにちょっとなんかわかる部分もあるよねうん、うん。うんうん。 あとさ、ウェブの媒体の記事ではさ、マラトのコメントもね、確認できるんだけど、ちょっと読み上げると、卒業してから、帰っていなかった母校に帰ることができてとても嬉しかったです。変わらない恩師、友人、景色、すべてお肌で感じることができて懐かしい思いでした。改めて福岡で生まれ育ったことを誇りに思い、自分が自分らしくいることの大切さを知るいい機会でした。原点を思い出し、学校に地元に恩返しができるようにこれからも頑張ります。っていう。うーん。<laughs> 拍手。拍手。<laughs> いいねー。うん。いいね。なんか地元に誇り持てるのいいね。そうやねー。いやいや、持ってます、私たちも。持ってます、いや、持ってます。<laughs> そういう意味でじゃないよ。いや、なんかすごくいいなと思ってこれでアーティストになって、また改めてさ、うん、確かに。ちょっと離れたから気づくこともやっぱりいっぱいあると思うんだよね。うんうん。そうやね。わかる。わかるわかる。うんうん。うん えー、友人か。ご友人ともあったんだね。あ、なんかさ、その、ピエール・タイムズさんとかの記事だとさ、なんかちょっとベンチかなんか、学校の外のベンチかなんかで座ってるさ、マナトのさ、写真もちっちゃーくあるんだけど、これご友人なんかな、うん、両サイド。いや、思った思った。なんか、B ファーストのシルエットじゃないなと思ったじゃん、やっぱり。そう。ね。なんか真ん中はもちろんマナトだけど、それ奥はなんかちょっとシュントかなって思ったんだけど、手前が明らか B ファーストじゃなくて。そう、わかる。うん。 そう。だからご友人もさ、<っ>出演してくださってるんだよね。すごいよね。や,やばい。大好きそういうの。ご友人ご登場が。ご友人ご登場。<laughs> なんかさ、その、パーソナルの部分見れるっていうか、その。 ファースト、メンバーとワチャワチャするのも、もちろんそのなんか友達感も出てるけど、やっぱ、なんかメンバーじゃん。そう。うんうん、プライベートのご友人ってさ、そのやっぱ、もし一般の方だったらね、もしかしたら顔分からんけど、そう、でもなんか NHK だからこの感じなんか出し、出されるのかな、顔。うん。うんうん。出るんじゃない、ね、やっぱり。ね。うん、そうだよね。って思ったらなんかそのマナトのまたちょっとい違う一面っていうか、メンバーとはまた違うマナト、メンバーと一緒にいるマナトと,とはまた違うマナトみたいなのを見られるんかなと思ったらちょっと楽しみだよね。な、うん、なんならさそのご友人 だからさ、福岡弁とか、なんか飛び出したりして、口から。あ<ー> <laughs> 口から飛び出したり。うん、そう。<laughs> 出てきそうじゃないああ、そうだね。<laughs> 確かに。だからあれだよね。あのビービズやアプリのね、その紹介動画みたいな時に、龍ゅうくんとすごい喋ってたみたいな。いや、そうそうそう。だからあの感じ、ちょっと、うん、その、より、だから、友達っていいね。<う>どんな感じだ友達っていい。 だから、その、うちらが、YouTube の動画で富山弁で出ちゃう感じと一緒の感じのマナトが楽しめるかもしれん。ああ、そうだね,ね。うちらはどちらかというと、本当にちゃんと普通にめっちゃ仲いい友達のやつを喋ってるから、逆にさ、仕事の感じ皆さん知らないもんで、ね。<laughs> 外の感じ。<laughs> そうだ。確かに。に外の感じの僕、そうだね。そこは動画内では出してないもんで。<laughs> 出してないから、逆に、みんなそういう逆な普通。<laughs> う,うちらが、 <laughs> そ,うそうだね。そうだね。<laughs> あとはさ、このおかえり音楽室の中では、アーティストが、質問が書かれたおかえりノートを1ページずつめくりながら、同級生や恩人との再会を果たし、アーティストとしての現体験に迫っていきますって書いてあるから、なんかあれなんか、そういう番組が用意したおかえりノートっていうのがあって、 なんかその、質問が書いてあって、それにリンクしたエピソードとともに関連した同級生なり恩人の方が出てくるのかね。あー、そっか。 なんかすごい、え、どう,ごめんどういうこと脱出ゲーム、脱出ゲームみたいなやついや、謎解きじゃないよ。<laughs> いや、そう。<laughs> どういうことってなったんだけど。いや、わからん。ちょっとね、うん、番組見たことないからあれだけど、まあなんかそういうノートがあるんですよ、きっと。そうだね。あるんね。まあなんかしら、うん、ストーリー仕立てというかあなんか流れがあるんだろうね。そうそうそう。うまいもんだって NHK らもそういうの、そう、あるんだわ。 あ、そうだね、そうだね。わかるわかる。かるうん、しかもさ、なんか思ったのが、マラトの、その、まあ、昔の話探るじゃん。で、ダンスに明け暮れた練習場所巡ったりとかあるけど、やっぱなんか、マラトってさ、やっぱ何回も言うけど、ダンスも前のもね、わかるんだけど、やっぱボーカルのイメージもすごい強いから、なんか、その、学生時代の時は、結構ダンス頑張ってたんだみたいなさ、なんか感じなんかなと思って、うん、そう、ボーカル面じゃなくて、ダンスの方でっていう思い出があるんだなと思って、 なんか、それが面白いなと思ったちゃう。確かに、そうだね。うん。もちろん。ねダンス、この間選抜にもってさ、マジすごいね、もうフードめっちゃかぶって、すごいかっこいいバキバキのやつやつったけど。うん。うん。ええー。そしっとるんだけど、みたいななんかね。 すごいね。そう,そ,うそうなんだっていう。そう。なんか、改めてなんか凄さを感じるね。やっぱ歌というさ、ものをさ、多分絶対昔から上手かったじゃん。その武器がありながら声もすごくいいし。うん、けどやっぱ歌って踊ってをやる。うん、ダンスとセットでやっていくっていうのはやっぱ決めてたっていうことだよね。うん、いやー、そう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 。 あとはさ、その、今回のね、映像監督さんである清水圭介さんのね、コメントもあるんだけど、まあ、その企画意図、番組への思いっていうところで、その b f ス s のマナトさんが高校時代を過ごした福岡市高宮が今回の舞台です。過去や他人のせいにすることなく自分が選んだ結果を認め続けてきたからこそ、今のマナトさんがある。 グロリアスの歌詞と高校時代のマナトさんのあの頃を重ねて私自身も勇気をもらいましたっていうね、コメントをね寄せてるんだけど、うんうん。え、なんかすっごい、え、監督さんがこう言われてるとさ、え、すっごい、さらに楽しみになってきたわ。わかるー。 なんかもう監督さんの言葉ももうすでにいいもんね。そう <laughs> すでに。めっちゃいい。ええー、過去や他人のせいにすることなく自分が選んだ結果を認め続けてきたからこそ今のマナトウさんがある。過去や<う> <laughs> 他人のせいにすることなく、その、その時代からやってきたんそれができたん、ね、<laughs> すごいよね。あれなんだっけなんか泣きそうちょっと待ってる、なんだっけ えっと、あれだ、あの、アハモさんのコメントでさ、なんか、絶対この道だったみたいな、その、なんだっけもうすごい、調べろよ。調べて言えそう、なんだっけあったよね。失敗してもいいみたいな。そう、失敗してもいいみたいな。うん。うん。うん、なんかその、あ、じゃあ音楽だ。うん、失敗してもいいけど、絶対この道だったみたいな、その音楽に対してさ、確か言ってたと思うんだけど、うんうん、そう。うん 自分が選んだ結果を認め続けてきたっていうね。その過去とか他人じゃなくて自分で選択したってことだもんね。その、この時から。いや、そう。いやー。 すごいじゃん。なんかすごい、ごいまたさ、その、うちらさ、いつもさ、あるあるだけどさ、その人としてなんか、なんでそんな感なんかできてんのみたいなんで、ちょっとたまにさ、言葉を失うみたいなとこあるねから。そう,そう。我が身、我が身振り返って、旬みたいなさ。<laughs> そうそうそう。旬って何でか。いろんな時間が、ちょっといろんな時間がね、発生するよね、その、凄す,すぎる、我が身、旬、みたいな。そう <laughs> そうそうそう。<laughs> そうなん。 生だと、できてる。旬みたいな。我が身旬みたいなさ。<う>我が身旬っていう人いそうやね。<laughs> いそう。<笑><笑>それ。おぐり旬。我が身旬。我が身旬。<laughs> まあ、昨日、みたいな。<laughs> いや、それ。もうそういうこと言ってるから旬なんぜ、うちらは。もうすぐふざけるから。<laughs> <laughs> はあ、すごいね。いやすごい。なんかそういう評価をもらえる人になってみたいぜって思っちゃうわ。うん。ねえや。グロリアスの歌詞とって言ってるからもしかしたらグロリアスもなんか聴けるってか披露してくれるかもしれんね。ああ、そうだね。うん。私やっぱなんか、そのもっと歌詞うちらこう見て、なんか、 マナとのなんか、その、意図糸みたいなものを、組み取れてたらめっちゃおもろかったりするんだろうなっていう気がしてきたわ。確かに。だって監督さん多分それやられていい映像作れたんやろ多分。そう。多分リンクして。うん。うん。うんそう。なるほど。なるほど。え、絶対もう、バッグインまででグロリアスめっちゃ効くね。かしみながら。<laughs> そうだね。染みとこし、うん、染みとこう。染みちょこ <laughs> そういうとこだぜ。<laughs> <laughs> <laughs> 以上でね、今回は b ーファーストが NHK の音楽ドキュメンタリー番組、おかえり音楽室に出演することが決定したので、そちらの賞してたんだけど、いや、もうめちゃくちゃ楽しみ。めっちゃいい番組そうだね。ねえ。なんかさ、絶対さ、見終わったらさ、また同じようにさ、我が身振り返って、みたいな。で、マナトすごいってなんか感じになるんだろうなってなってちゃう。<laughs> なるなる。そうだね。<う>なんかさらにマナトのことを深く知れて、なんか尊敬もすごい増しそう。うーああ、それはそうだね。 うん、うん。だからさ、お帰り音楽室の放送が楽しみだよね。お帰り。ただいま。<laughs>